NHK と参議院はみんなの党会派所属、浜田聡でございます、えー、委員の皆様には、えーとまあ、少数会派である我々にも、大会派と同じ質問時間いただきまして、誠にありがとうございます、あと参考人の先生方、本当にお忙しい中、貴重なご意見、お聞かせいただきまして、ありがとうございます、えー、せっかくの機会ですので、私から3人の先生方に質問させていただこうと思います。 まず、ですね、土山先生にお聞きしたいと思います。えー、先生自身が特に尊敬する議員についてお聞きしたいと思います。あのまあ、先生のですねいた,だいた資料には、ですね、まあ議員、議員の政策力、政治力などのまあ記述もありまして、ですねあの、あと先生、学術活動と合わせて政党のブレーンとしてもあの活動されているのではと。 思います、まあ、これまで数多くの議員と接してこられて、まあのまあ、数多くの選挙も見てきたのではないかと思います。でまあ、そこでお伺いしたいのですが、まあ、個別の名前については挙げなくて、まあ、挙げても挙げなくても構わないんですけれど、まあ、先生が尊敬する議員について、まあ、その理由とですね、あともう一つ、議員になるためのたった一つの条件、選挙に通ることなんですけれど、まあ、その議員が行っている特徴的な選挙的 選挙の手法、ここで共有しておく、あここで、この場でですね、えー、共有して、ぜひ多くの候補者がやるべきだと思う選挙手法などあれば、ご教示いただきたいと思います岸山参考人。はいいあのありがとうございますあの そうですね。あの尊敬する議員の方というのはそのすごくたくさんおります。え特にですね私あのいろいろな議員の方とのお出会いではですね、えー、前任校の琉球大学の時にしておりました自治体議会の一般質問に関する研修でそうなるとですね党派を超えて我が町を良くしたいというお気持ちの方はたくさんおられるわけですね。でそれぞれえそれがお上手な方もあのあまりお上手でない方もおられますがそこではですねやはり我が町を良くしたいという気持ち ががですねあの感じられるるところがあるとでなのであの時々ですね議員になりたくて議員になられるのかなというところと方との出会いもあったりしますがそうではなく議員になるということはやはり我が町のあるいは我があの県の我が国のですねこの課題に対応したいこういう困りごとに直面している人のために何かをしたいという気持ちがあるででそのことはですねまず動機としてあります。あの地方自治治法にははですね政治家ととして議員はどうう動くかという方 書いていないわけですけれども、しかし現場のところでは政策課題に対応するということをですね目的にしてあの上がってこられる方が多い、同時にそれと同時にですね、やはり今の私たちの社会の前提としてその人が良き市民であるという市民性を持っているかというところに多くなると思います。なぜ議員やあのいろんなことのその例えばこのコロナに関しても入院をめぐってですねあの任意のはの配慮がされたのではないかという議論があることがあります。なぜ問題になるか。それは市民性を持って ているか市民性というのは何かというとあの目の前にやってくるです、ね、なんかあのよくわからない感じの,です、ね、あの人とです、ね、自,民自分がどちらが市民として偉いかということは意味がないわけですねあなたも私も同じ市民ですよねというところになるわけですそうした権力,をあの権力を持つ立場やです、ね、何かの権限を行使するという立場あの、えー、にありながらもです、ね、その市民性あなたと私、えー、世の中にいるいろんな人と自分は同じも存在であるという その市民性を忘れずに、しかしその困りごとに寄り添うという活動をしておられる方をですね、私はあの尊敬しております。はい、というところだと思います。またあの一方でやっぱりその政策課題をあの目指してくられるのであるので、先ほどの EBPM でもないですが、様々なデータやファクトに応じて政策を分析して問題提起をするということが議員の方にどなたにも必要なのではないか。その問題提起で社会をつないでいく。 そこに公共というものが現れるのではないかと思っておりますありがとうございました浜田聡さんはい、あのありがとうございました今後の参考にさせていただきます次に稲継参考人にお聞きしたいと思います危機管理時の対応でですね特に大規模自然災害時の危機管理能力の強化についてお聞きしたいと思います あ,のあらかじめいただいた資料には、ですね広域連携による改革の推進についての記述がありました。でまあ、大規模災害というのはその、その名の通り、大規模で被害をもたらしますので、まあ、広域連携というのはやはり意義があって、まあ、その効果として、まあ、災害時の危機管理能力を高めるというのは、あご指摘どおりだと思います。えー、ただでですすねね、まああまあ、今後このような観点からです、ね、長期的に 適切な改革が進むことは望むとともにですね、一方で大規模自然災害というのは突然やってくるわけですね、でまあ、不吉な言い方かもしれませんが、き、まあ、今日明日にでも南海トラフ巨大地震などが発生する可能性もあるわけでございます。えー、そこで先生にお聞きしたいのが、先生、えーまあ、DX 会議委員など、まあ、各自治体で務められたと聞いておりますし、あと、いろんな自治体見てこられたと思います。えー でまあ,あの各じ先生が見てこられた自治体でまあ、この点は大規模自然災害に備えた対応として評価できるぜひここで共有しておきたいポイントなどありましたら教えていただきたく思います。伊達参考人はいご質問ありがとうございましたえっと先ほどあの稲城市長からご紹介ありました大規模災害時の応援職員の確保システムまあこれをあの作成する時のあの総務省 のあの研究会の座長をさせていただいてもおりました。当時はあの東日本大震災発生以降ですね。え、どのように人を優遇するのかということがとても。 大きなな課題になった姉妹都市で派遣するということがあってもです、ね、全国市長会、あるいは全国町村会を通じて、あるいは全国知事会を通じて、どのようにやるのかということがまだ確定していなかった時期でございます。でそれを踏まえてです、ねえー、熊本地震のときにある程度、えー、熊本県内の自治体から派遣するということあ、失礼、九州域内の自治体から派遣するということ、それから、えー、全国知事会、全国市町村会の、えー、全国市長会のスキームで派遣するというと。 ことはあったのですけれども、しかしながらそれでもまだですね、えー、リーダー的な役割をする人たちの部分が欠けていたということで、先ほど申し上げた応援職員確保システムをま検討する研究会が設けられました。で、この熊本地震のまあ、えー、教訓を踏まえてですね、その後、えー、都道府県と 都道府県内の市町村がセットになって派遣される。つまり、四十七の部隊と、それから政令市二十の部隊、六十七のチームを作って、そして緊急時にそれを派遣するという。そういう仕組みが今、はもう出来上がっております。でそこも踏まえた、さまざまな検討で、やはり熊本県は相当です、ね、議論を進められたというふうに、私は承知しております。まあ、今の蒲島知事もそうですし、えー、その部下のさまざまな危機管理官もいらっしゃいますけれも。けど 相当、えー、頑張っておられるし、熊本県の政令市である熊本市もです、ね、相当、えー、その部分について、えーまあ、議論を積み重ねてこ、えー、られました。えー、熊本地震のときのさまざまなです、ね、記録を相当綿密に、相当緻密に残しておられますので、それは今でも皆さん活用できると思います。さらにですね、熊本地震のときには DX がすでに始まっております。これは、えー、独立行政法人のですね、えー そのツイッターが様々飛び交うときのその情報を集めてどうやって緊急援助隊にあるいは自衛隊に情報を渡すのかというそういう仕組みをですね、そのときに初めて作られ、そして実用化されていますで。そういったことも含めて熊本自身の教訓というのはですね、様々な自治体が活用できるものだというふうに考えております。ありがとうございました。浜田聡さん。 はい、ありがとうございます。あの、熊本の事例であったり、今後のあの sns に関するお話など、あの今後の参考にさせていただきたいと思います最後に高橋稲城市長にですね。稲城市におけるまあ、先ほどの話と引き続いてなんですけれど、大規模自然災害時に備えた準備についてお聞きしたいと思います。あの、現在3期目ということで、あのこれまで数多く達成できたことがまあ、あるとともにですね。一方で。 まだ整備を進めたいと思っていることもあるんではないかなと思います。で、まあ、先ほどの意見表明ではですね、大規模災害においては、あ広域支援の有効性について言及がありました。まあ、繰り返しになりますけど、私も同意して応援したいと思っております。まあ、長期的な試験では、そういう準備を、ね、進めていく必要があるとともに、やっぱり突然訪れますので、えーまあ、現時点で、 進めておられる対策というのも、まあ、あると思います。で、まあ、そこでぜひお伺いしたいこととしては。稲城市における大規模自然災害対策として、まあ、すでに行っていく。行っていることと、まあ、あと、今後行いたいこと。など、ここで共有していただければと思います。高橋参考人。まあ、あの、私も市長になって十一年でございますけれども、まあ、当初の。せ、せ、あの。選挙公約でも、一番大きな柱としては。 東日本大震災の発災直後でありましたから、大規模災害対策ということでありまして、これまで人口規模9万ちょっとの市でありますけれども、消防本部を単独でやっていると、その単独でやっていることについての賛否、いろんな意見もありましたけれども、やはり即応性、そして えー、指揮を取れば一瞬でこう動いてくれるもの、えー、その単独で市の消防本部を持っているという優位性は、えー、あるんだろうと思いますので、これを進める、えー、ためにです、ね、第1期目の選挙公約としては、その文書、出張所、えー、もし仮に消防本部は1個ですけれども、消防署自体が潰れちゃった場合、バックアップがなくなってしまうと。 いうことでありまして、えー、我々の人口規模ではなかなかその出張所までは持っているところは厳しいのかもしれませんけれども、あえて2か所目の消防署、えー、出張所としてまあ立ち上げて、まあ、出張所といってもかなりの規模で、えー、本所が潰れた場合にバックアップになるような、えー、式台を入れたものを作ってです、ね、これでまあ備えたというのが一つの準備であります。えー、また、えー、消防本部の中に、これまであの防災課、 というのは各市ではほとんど総務部とかそういうところにあるものでありますけれども稲城市はこの消防本部を単独で持っているということの優位性を活用するためにです、ね、稲城市の防災課というのは消防本部に置いておりますしたがって24時間365日必ず人が張り付いているということであります、まあ、大規模災害が発生したときあるいは台風災害とかで急に 3週が必要なとき、おもね私から指示をすれば、5分後には災害対策本部が引けるような状況になっています、このようはかなり単独で持っている優位性なのかなと思っておりますが、さらに広域での相互応援協定ですね、災害時の相互応援協定を増やしております。 これまであの稲城市の姉妹都市というのは、北海道の大空町、女満別空港があるところなんですが、まあ、こことあの広域支援ということで、災害時の応援協定を結んでおりました。まあ、私自身はかつてはあの広域支援というのはあんまり疑,疑問だったわけですね。あまりに遠いと、その大規模災害の時に果たして駆けつけられるのかどうかということがありましたが、まあ、阪神・淡路大震災、あるいは東日本大震災、まあ、こういったものを経験すると、 近隣ではですねですから、被害のない広域、遠いところから支援を受けた方がむしろ有効だということが気づきまして、その後、えー、姉妹都市、有効都市、それを増やすとともにです、ね、広域支援のところを、 まあ、例えば長野県の野沢温泉村であるとか、福島県の相馬市、あるいは、えー、そういうところを増やして、最近で、ね、は岡山県の総社市とも、えー、応援拠点を結びましたけれども、この広域で相対で支援をしようという約束をするところを、まあ、少しでも増やすということ、まあ、さらには、えー、これは全国商会での取り組みですけれども、えー、対抗支援、えー、広域支援ができるようなネットワークを作っていく、まあ、ありとあらゆるルートを作って、 でえー、受援訓練も備えておりますあの応援するだけじゃなくて、えー、救助隊ですね、それを受け入れる訓練などもして、えー、備えているというようなことが対応しているところであります山田佐藤さんあの大変参考になりましたあの、まあ、消防本部単独の話であったり、防災課の話、そして、まあ、広域支援の意義について、あのまあ 私も改めて、あの大変勉強になりました。どうもありがとうございました。え、こん、これで質問の方を終わります。以上をもちまして、参考人に対する質疑は終了いたしました。参考人の皆様方に一言お礼を申し上げます。参考人の皆様には、長時間にわたり、貴重なご意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。 委員会を代表いたしまして厚くお礼を申し上げます本日の調査はこの程度にとどめこれにて散会いたします